チューリヒ空港からトラムで2駅、停留所から歩いてすぐのところに、イビスバジェットチューリヒエアポートがあります。今日はここに泊まります。これからイビスホテルチューリヒの空港の近くの宿ですね。あ、もうあの荷物は置いてあるんですが、中はこんな感じです。まず電気をつけましょう。ここにね、空気を差し込むと、パッとつきました。面白いですね。ちょっと靴を脱ぎます。アシックスの安全靴ですね。玄関というか、まあ、こんな感じで、ああ洗面台がもうすぐここにあるというそういう構成です。それでここになんかドアがありますね。ドアでしょうか。あ、ここが、うん、独立したトイレ、うん、照明は自動のようです。入ると自動でつくのかな、はい、そんな感じのようです。まあ、狭いですけど、よく作ってありますね。それと、洗面台、ね。鏡はこんな感じで。ここを開けてみますと、必要最小限の広さも。シャワースペースがあります。非常に清潔に仕上がっております。それとこの部屋で、まあ、ここには普通のね、西洋式万年床があります。それとこの上にじゃじゃーんともう一つ寝床があるということになっておりますね。まあ、非常に機能的にできているようです。このように、ああこれあの多分向こうが空港ですね。お、なんかかっこいい感じの雲が広がっております。で向こうは空港ですから、まあ、風向きによって飛行機の離発着が見えるということになりそうです。なんか紹介の仕方がめちゃくちゃですが、ここにライトがあって、コンセントがたくさんあって、電源がたくさんあって、ここに、ね、なんか洋服をかけるようなところがあると。で階段があって、これをこのまま上りゃいいんだよ。こんな感じ。なんかいいですね、寝台車っぽくて。ここで寝るかどうかは、ね、ここで寝るとちょっとトイレで起きるのがめんどくさいですからね。寝るかどうかは分かりませんが、横になってみたいと思います。寝ちゃったりしてね。それでここには枕元には何やらスイッチがあると。ピカッと、ああね、これはまた、ここはマスター、ここはいろんなスイッチがね集合しているようです。おお、なんかいろいろついたり消えたりします。おお、これがどれだ、これね、ちょっと今指がね、私の指であまり反応しない、私の指であんまり反応しない、ピコピコって言ってるんですけど、これなんだ、これがこれか。なんか疲れた。天井見てみます。そこにね、さっきのベッドが、西洋式万年床があると。テレビがありますということですね、はい。ただし、あ、冷蔵庫はないですね。まあ一晩だけですからね、冷蔵庫なくても十分だということです。明日の飛行機が8時40分ですから、6時ぐらいには空港を、まあ、チェックアウトしなければなりません。
ですから賞味滞在時間は賞味12時間程度と。ですからまあ冷蔵庫がなくても特段どうという言葉はありません。ここにも全身が映る大きさの鏡がありますから、お出かけ前の身だしなみチェックができます。必要最低限のもの、ね、必要なものが全てコンパクトに、まあ冷蔵庫はないですが、揃っているというところでした。これでお値段は約90フラン、今のスイスフラン、日本円スイスフラン、スイスフラン円のレートがまあすごいことになってますから、日本円に換算しますとだいたい1万4000円とか、まあそのぐらいですが、感覚的にはだいたい1フラン100円ぐらいの見当でおりますので、この部屋でまあ約9000円ぐらいの、まあ、そういった感覚ですね。なかなかよろしいんじゃないでしょうか。はい、それでは本日もありがとうございました。ごきげんよう。今回あの部屋を片付けて、ね、ちょっと部屋を片付けてじゃないや、あ、荷物を置いてからちょっと登ってみたんですが、まずね、階段がとてもですね、これ痛いです。痛い。あ、別に私今痛風の発作起きてませんよ。でもね、階段が痛いこれ。うん、だからちょっとまず上り下りがとても大変です。あと天井の高さもないので、ね、とても大変ですから、まあここに寝るのはまあ私はやりませんやめました。まあ眺めはね、なかなか面白い感じですけどね。階段がとても痛いのでちょっとこれは私は使わないかなという感じですね。6歳以下の子供には使わせないようにということですね。本当にね、小学生ぐらいのお子さんが寝るんでしたらとても楽しいかと。体重が軽くて、まあ、足も痛くないでしょうからね。特に私はあの今痛風の発作は起きてませんけど、痛風の発作が起きたらまず上り下りは不可能です。ということでございます。ありがとうございました。ごきげんよう。あとお風呂じゃない、シャワーですかね。このシャワーがなかなかよろしかったので、こんな感じ、はい、これで気持ちいいシャワーです。こんな感じ、ね、気持ちいいシャワーですよね。本日もありがとうございました。ごきげんよう。